西方寺は宮城県仙台市青葉区大倉浅上下にある浄土宗の寺院。三号は極楽山。本尊は阿弥陀如来画像軸。関連者両年により回帰された。正式名称で呼ばれることは稀で、一般に定義如来と呼ばれる。年間約100万人の観光客が訪れており、門前町を含む観光施設が発達している。一般に当時は、 定義如来や定義山、あるいは親しみを込めて定義山と呼ばれる。また、門前町を含めた周辺一帯は定義と呼ばれる。仙台市民が正式名称の正表示や正式参考の極楽山と呼ぶことは非常に稀。仙台弁の発音特性から定義は上下と発音し、住所の小技も上下である。 国土地理発行の2 5 0 0 0分の1地形図の図名、定義でも上下と発音するとしている。戦後占領期に新中軍が作成したマップオブ仙台でも上下と表記されている。しかし仙台弁和社以外とも常時対応すべき、宮城県庁、仙台市役所、地元観光業界、あるいは道路の案内標識では共通語、 標準語の発音に習って、上義と記載している。そのため、現在の仙台市民の中では、上下、上義の二つの発音が混在している。仙台弁仙台弁の地名、固有名詞も参照当時には、平野茂の重臣である、肥後守、平貞義が、壇の裏の戦い後に当地に隠れ住んだとされる、平家を中途伝説が残る。貞義が、 安徳天皇と平氏一門の冥福を祈って、阿弥陀如来を安置し、また改名して、定義と名乗った。この定義を定義と音読みして、当地では、阿弥陀如来を定義如来と称し、当地もまた、定義、上下と呼ばれるようになった。すべての施設は無料。旧本堂地区裏山新本堂地区、庭園地区名物の三角油毛当時は、大雨山脈の東側。 船形山系と泉が竹の山その大倉ダムより上流の大倉川沿いにある。明らかな山奥にあるものの古くから山系者を集めており門前町には民宿が4軒もある。観光客入り込み数は年間100万人前後あり宮城県内有数の観光地といえるが他の上位の観光地が県外各も多いのに対し当時は県内特に 仙台都市圏の若いカップルのデートコース、あるいはファミリー層のドライブコースの目的地の一つとして人気があるのが特徴である。当時には平家宇宙の伝説があり、また縁結びや安産のご利益があるとされるが、仙台では仙台四郎、仙台幸子と共に流行り神の一つであり、週末の無料駐車場は込み合い、門前町の名物、 三角油毛2に,にも行列ができ、定義こけしなどの土産物屋も観光客で賑わう。周辺は豪雪地帯であり、昭和期に定義山スキー場もあったが、すでに平常。現在はオフロードを中心としたモータースポーツ施設が点在し、ラリーアートがパリ高に向けて合宿を行ったこともある。また、アウトドア施設では芋2回シーズンには混み合う。 周辺には古くからの集落の他にカラフト引上げ車の開拓地もある。なお、当時には浄土君という名の公式キャラクターがおり、平面看板や立体人形として所々に設置されている。温泉モータースポーツその他宮城県道55号定義。仙台線は途中細かく蛇行する山道を通過しなくてはならないため、現在は国道48号から アクセスするのが一般的。ありがとうございます。